エデュアルエドワルトビルヘルム・グレーナーは、ドイツの軍人、政治家。第一次世界大戦末期に、軍部の実質的な指導者として、革命政府に協力。バイマル共和国時代には、国防省などを歴任した、グレーナーとヘレネ夫人ドイツ南西部、ビュルテンベルク王国のルートビヒスブルクに、連帯主警官の息子として生まれる。1884年のアビトゥア合格後に、 ビュルテンベルク王国軍に入隊、民間試験に合格後陸軍大学で学び、1899年に参謀本部に配属され、以後17年間を鉄道兵団の専門家として過ごすことになる。1912年に鉄道部長に就任し、1914年に始まる第一次世界大戦でも戦線移動に伴う膨大な鉄道輸送業務の責任者となった。 1916年に戦時食糧庁に出向、同年11月1日に中将に昇進し、プロイセン王国軍事省次官及び副大臣に就任。この職責で帝国議会に勤労奉仕法案を提出した陸軍最高指導部と対立し、翌年8月にウクライナにある前線に左遷された。1918年10月29日、ドイツの敗戦を目前にして、 エーリッヒ・ルーデンドルフが参謀次長を辞すると公認に就任し、名目上の最高司令官である参謀総長パウル・ホン・ヒンデンブルク元帥のもとで全ドイツ軍の撤収と復員の責任を負うことになる。11月にドイツ革命が発生すると彼は革命のボルシェビキ化を防ぐためフリードリヒ・エーベルと率いる穏健派のドイツ社会民主党が主導する。 臨時人民代表委員会を支持した。11月10日に、グレーナーはエーベルトと電話協議して、軍部はエーベルトの暫定政府に従うことを表明した。これにより、エーベルト暫定首相は強力な後ろ盾を得て、政権が安定化することになる。軍部に多かった君主制の支持者は、後々までグレーナーを裏切り者と非難したが、彼は革命という事態の中では、 新しいドイツにプロイセンの伝統を生かす最善の道だったと反論した。グレーナー内省1919 19年6月のベルサイユ条約締結もグレーナーは承認した。同月、ヒンデンブルクの辞任を受けて参謀総長に就任した。しかし9月にエーベルとの反対を押し切って軍を辞し、短い引退期間の後政界に転身する。1920年6月に フェーレンバッハ内閣に無所属の交通大臣として初入閣してから1923年まで4時の内閣でその職を務めた。1928年1月にビルヘルム・マルクス内閣のオッ夫ゲッスラー国防相が秘密軍備計画で辞職に追い込まれるとその後任として再入閣した。1931年にはブリューニング内閣で内務大臣を兼任。 しかし内省として1932年5月にナチスの突撃隊を禁止するとナチスの与党への取り込みを図る国防次官クルトフォンシュライヒャーと対立した軍部に勢力を持ちヒンデンブルク大統領の側近でもあるシュライヒャーの要求には逆らいず国防省を辞任直後のブリューニング内閣大臣で内省の座も失ったその後は公の場に出ることもなく 1939年にポツダム郊外の自宅で死去した。グレーナーは二度結婚し、合わせて一難か女を設けた。最初の妻へ、レネが1900年に産んだ娘、ドロテア・グレーナー・ゲイヤーは、1948年に、婦人運動団体の会長になり、男女同権運動で活躍した。ありがとうございます。